それでは帝国になりましたので、総合資源エネルギー調査会第13回基本政策分科会を開催いたします。ご多忙のところお集まりいただきましてありがとうございました。議事の前に、委員の皆様にちょっとご連絡申し上げますけれども、事務局から別途お電話にて連絡差し上げていると思いますけれども、いわゆるパブリックコメントについてちょっと先に始まってしまって、これについては今日の議論を踏まえて差し替えさせますし、からもう一つは、期限もちょっと延ばすと、こういう形でパブリックコメントは完了させていただきたい、したいと思います。それでは議事に入りたいと思います。前回の分科会では、エネルギー基本計画に対する本分科会の意見について、非常にいい議論ができたと思っております。いよいよ議論が熟してきたものと感じております。今日議論がさらに熟すれば、2年以上にわたって続けられてきた議論について、一つの方向性にまとめられたらと思っております。本日お配りしている総合エネルギー調査会基本政策分科会エネルギー基本計画に対する意見、およびその骨子は、前回の分科会での議論と委員の方々からいただいた文書での意見を踏まえて、できるだけそれを踏まえた修正を行ったつもりでございますし、修正箇所が分かるよう見え消しにした資料も参考資料として合わせて配布いたしております。変更箇所とエネルギー基本計画の閣議決定に向けた今後の流れについて、事務局よりまず説明していただきます。ご答申喚よろしくお願いいたします。はい、それではエネルギー基本計画に対する意見の案の、修正箇所についてご説明したいと思います。そういう意味では、見え消しの方ですね、資料の、参考資料の1になっている方を見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、参考資料の1になっております、見え消し版の方を、開いていただけますでしょうか。はい、ですね、まず1ページ目のところに見え消しのところ入っていると思いますが、まず最初に福島のに対する、我々のスタンスを書いたところでですね、2箇所、大きく2箇所見え消しを入れております。1箇所目が最初の大きな乱落のまとまりのところの一番最後のところに、内外の英知を結集して、廃炉潜水の解決に向けた予防的かつ実証的な取り組みを立案実施するというのがありまして、これは後ろの方に同じ文書入ってございますので、念のため前の方にも入れといた方がいいだろうということで、これは付け加えさせていただいております。でその後に、次の大きな塊の中の下のところにですね、日本の科学的英知を結集してということで、福島の事故の教訓を乗り越えて、責任ある輸入政策を講じなければならないということで、そこに1行ほど修文を付け加えさせていただいてございます。それから、ページをめくっていただいてですね、3ページ目でありますが、最初のパラグラフ1ポツの中に2箇所ほど入れております。1つはその、我が国は資源が、ほとんどないというところについて、将来的には再生可能エネルギーなんか入れば変わるのではないかというご意見があった部分でございますので、そこは現状はという意味で、我が国は現状というふうに直しております。それから下の、2つ下のパラグラフで、自給率のところでありますけど、19.9 という数字はその、純国際エネルギーというエネルギー原子力を、入れておりますので、そこは原子力を含むと明示的に書いているということになっております。で3ページ目でありますけれども、IPCC の報告書の中身を付け加えてございます。IPCC の報告書で、今世紀末にはということで、大変非常に厳しい状況になるという趣旨のことを書いてございます。そのつなぎで、その温暖化問題についてということで、その先のパラグラフも多少直してございます。それから5ページ目でございます。前回ご質問がありました 3.6 兆円の、燃料費の増加の部分についてでありますけど、もう少し丁寧に書くということで、震災前、2008年から2010年度の平均にベース電源として、原子力を利用した場合の金額と比較してということを加えて、その差が差分で 3.6 兆円増えているということを書き込んでございます。
それからですね、6ページ目でありますけれども、上の方で天然ガスの供給の多角化ということをしているけれども、まあ天然ガスの発電の利用が急速拡大しているという趣旨のことを書いてございます。それから下の散歩のところでありますけれども、賦課金のところの表現を正確に少し直してございます。賦課金がキロワットアワー当たりの 0.4 円で、国全体で3500億円になるということのファクトにして、まあ、上昇のようになっているというところは外してファクトだけにしてございます。それからですね、その下のところでありますけど、電気料金の上昇で、まあ、前回はその電力多様型産業への影響ということで書いてございましたけれど、まあ、もっと影響は中小企業ではないかということで、中小企業、それから海外の生産移転、それから、等に悪影響が出るというふうに、もう少し丁寧に書き込んでございます。それからページ7ページ目でありますけど、温室効果ガスでありますが、この、まあ、行動が企業の、まあ、排出係数に影響するということで、ライフサイクルアセスメントに悪影響を及ぼして海外移転の加速という趣旨のことを書き込んでございます。それからページをめくっていただいてですね、10ページ目であります。北米からのシェールガスの影響というところでありますけど、そこの部分で、最後のところでありますけど、このような国際的なエネルギー供給構造の変化が、需要構造にも大きな影響を与えて、国際的な需給構造に変化を与える可能性があるということを書いてございます。それから13ページであります。13ページは経済括弧さんの経済成長のところでありますが、基本的な視点に示されている通りということで、その既存の事業拠点を国内に留めていくということが、まあ、非常に、成長への前提条件になるのではないかということを、いただいておりますので、その趣旨を加え入れてございます。それから、その下ではちょっと丁寧に書くという意味で、企業は活動しやすい国とするためということで、目的をちゃんと入れているということにしております。それから下、2ポツのところでありますけれども、これは国内資源限られていると、我が国においてということで、そのバランス、需要と供給が安定的にバランスした状態を継続的に確保していくことができるエネルギー需給構造を確立しなければならないということで、われわれの、まあ、目的を最初に書いて、そのためにはということで、変動、価格、供給量の変動、価格の変動に柔軟対応できるというような形に直してございます。それから14ページの下の方、括弧3でありますけど、供給構造改革による多様な主体の参加ということで、地域で新しい産業の創出、地域活性化に大きく貢献することが期待されるということを書き込んでございます。それから、16ページであります。天然、上は、まあ、石油の位置づけについて、多少、手に大幅を直しておるところとですね、次は天然ガスでありますけど、こちらは、まあ、温暖化の観点で、まあ、コジェネ、等の利用の多角化によってですね、産業部門における天然ガスシフトが進んで、天然ガスの高度利用を進めるということを、少し書き加えてございます。それから17ページ、原子力でありますが、エネルギー供給構造の安定性を支える基盤となる、重要なベース電源ということで、まあ、ベースという言葉をもう少し丁寧に書くということで、供給構造の安定性を支える基盤という趣旨を付け加えてございます。それから18ページ目、でありますけど、最後原子力のところは世界最高水準というのはもう少し丁寧に最も世界で厳しい水準にしていくということを書き込んだのと、その下、まあ、原子力のところだけ少し課題も書き込んでないではないかというご意見をいただきましたので、まずは、事故が起きた場合の被害のリスクが大きくなるということで、その備えが必要だということと、使用済み核燃料の問題が残っていると、先送りしないでやっていく必要性があるということを、付け加えております。それから再生可能エネルギーでありますけれども、まあ、今後3年程度、最大限加速していくという書きぶりでありましたけれども、それに、その先のことも見えるようにですね、系統強化、規制の合理化、低コスト化の研究開発などを着実に進めるということも付け加えてございます。
それから20ページでありますけど、二次エネルギーのところでですね、電気のところで、いろいろご意見いただいております。最初のところはですね、電源として全国でバランスの取れた整備確保がされて、広域的、効率的な利活用ができる体制を確保していくことが不可欠だということと、それから安価なベース電源と機動的に調整できるミドルピーク電源の適切なバランスということが重要だということを書いてございます。その下、第一発電所の事故の後の今度は需要の方です。節電、それから空調エネルギーのピークカット対策ということと、負荷平準化、供給構造の効率化を進めることが必要だというのも付け加えさせていただいております。それからですね、その下に電気料金の話でありますが、上昇することがないようにと、下がる方はいいじゃないかということだと思いますが、上昇することがないように注視していく必要性があるということにさせていただいております。それから22ページ、散歩のですね、時間軸とミックスのところでありますけれども、今回の、この意見、計画という意味では、今後取り組むべき政策課題と中長的な、中長的かつ総合的な政策の基本方針をまとめたということで、課題も入っているということを明示しております。それから、エネルギー関係のインフラ強化更新を進めつつということで、ある意味、平時だけではなくて有事についてもということの議論を付け加えてございます。それから23ページ原子力でありますけれども、最初の1括弧1のところのですね、一番下のところ、さまざまな意見があるというところで、実際出た意見としてですね、我が国に原子力等の大規模集中電源不要であるというような意見もあったということも付け加えてございます。それからその下括弧には先ほどご説明しました基盤の話、それから24ページの右側は原子力の課題も最初に書き込んでおります。それから具体的施策の方向性というところの括弧1でありますけど、この福島の対策については、その IAEA とか OECD ネアのような多国的な協力、二国間協力をやって、世界とある意味で我々の知見を共有し、世界の安全性向上等にも貢献していくということと、それから労働者の安全作業環境の確保についても、国はしっかりやっていくということを書き込んでございます。それから25ページであります、リスク評価のところでありますが、上の方、PRA の例示を書いたのと、それから欧米等において、自己リスクはゼロでないということが共有されているという趣旨のことを、書いてございます。それから一番下のところで、現場でありますけど、政府の責任の明確化や、事業の予見可能性の向上ということで、海外の事例も参考にしつつということを加えてございます。それからですね、27ページでありますが、括弧2の上のところ、高レベルの一番最後でありますけど、発生者としての基本的な責任を有する事業者はということで、議会活動を主体的に行うということと、広く国民のに対して、説明をしていくということを入れてございます。それから使用済み燃料対策でありますけれども、これはその、サイトのオンサイト、オフサイトを問わずということで、新たな地点の可能性を広く検討して、中間貯蔵や乾式貯蔵の建設活用に努めていくという趣旨のことを付け加えてございます。それから29ページでありますが、平和利用のところであります。これは単に安全向上と平和利用だけではなくて、核の不拡散、それから核セキュリティ分野で積極的な貢献が必要だということと、その下で措置の強化、それから輸出管理と、それから核セキュリティサミットを通じたセキュリティの強化ということについて書き込んでございます。それから32ページであります。エネルギーのコスト低減のところでありますけれども、これは新たな、北米等の新たな供給先の確保や、将来的なパイプラインネットワークを活用した供給構造の多様化ということで、望ましい国際的なサプライチェーンの在り方等についても検討するということを書いてございます。それから、35ページであります。
35ページの、ですね、この国内の供給サイドということで、天然ガスの部分でありますけど、供給体制の強靭化を進めるべく、基地の整備や機能強化も行うということを書いております。それから36ページは、需要サイドの方でありますけど、再生可能エネルギーや小ジェネ、蓄電池システムなどの分散エネルギーが、基地の需要サイドの対応力を高めるという意味で、こういう分散型システムの構築ということにも進めていくというのを付け加えてございます。それからですね、38ページであります、熱利用のところでありますけど、これは熱利用のところにですね、制度改革も含めてということで、まあ、単に見直しだけではなくて、制度改革にまで視野を入れてという趣旨のことを付け加えてございます。それからですね、40ページであります。40ページの4ポツの括弧1でありますけど、先ほど申し上げたその最大限の加速化ということと、その引き続きやっていく規制強化等についても、前に書いたのと同じ文書でありますけど、ここに再度入れて、再生可能エネルギーもしっかりやっていくことをもう一度明記してございます。それから41ページでありますけど、分散型エネルギーであります。これも先ほどの趣旨は同様でありますけど、まずその地域密着したエネルギーとして国民が問題を自らのこととして捉える機会を創出するということと、それから地域において一定程度エネルギー源を確保するのにも貢献をするんだということを書いてございます。それからですね、45ページであります。これは電力システム、これは多様な需要感を選べるということで、まあ、エネファーム、そのバイオ等の後にですね、電力システム改革によっても、サービスの提供が可能になってくるというのを付け加えております。それから48ページであります。総合エネルギー産業を、サービスを行う企業の創出ということで、まあ、異分野から参入してきた、新規事業者の競争を通じて産業の効率化を行うということと、下のところで、同じように分散型エネルギーを用いつというような趣旨のことを付け加えてございます。それからページめくって49ページでありますけど、これ、分散型スマートコミュニティの中の話、平時と非常時についての、まあ、効果について分けて書き込むということをやってございます。それから50ページ。これで、括弧1、括弧2というところに線引いておりますけど、電池、蓄電池とコジェネレーションについて、これ、書き分けるということをやっておりまして、最初はコジェネレーションということで、省エネ性に加えて、まあ、強靭化、災害に対する強靭化が、の性格を持つということを書き加えて、分けて、下に蓄電池の導入ということにしてございます。それから52ページ。ここに水素社会ということでですね、大量貯蔵、輸送確保、それから燃料電池、水素発電ということで、さまざまな要素を包含しているロードマップが必要だということで、水素の発電についてもコメントすることにしてございます。それから54ページ、二国間協力でありますけど、まあ、インドの例を出しておりましたけれども、まあ、それ以外の例もということで、天然ガスにおけるアジアとのガスの対話連携を深めていくということ、それからインド、東南アジア、中国、インド、東南アジア等に対する新興国について、ということで、この原子力を活用するので、われわれの、経験と教訓を、まあ使いながら、共有していくことで、世界の安全等にも貢献をするという趣旨のことを書き込んでございます。それから58ページであります。技術開発のところでございますけど、この上の線の方は原子力の書きぶりが2箇所に分かれていた、つまり一番下の行でまた以下、線引いてございますけど、これを上に上げて、原子力の部分を少しまとめた形にしております。それから水素の技術開発の例示を付け加えるということをやってございます。それから59ページでありますけど、国民理解ということで、国民の省エネルギーの徹底、それから国民の役割や責任についても重要であるということを付け加えております。で、それから一番最後、61ページでありますけど、
厳粛についてはということで、地域の実情に応じてということで、地域地域、いろいろなあの状況ございますので、それに応じながらやっていくということも加えております。以上が大体主な修正点でございます。それから、委員長から今お話ございましたように、今後、これどうなっていくんだというところでありますけど、一つまずご報告でありますけど、今日の朝 の閣議におきまして、原子力関係閣僚会議と、それから最終処分関係閣僚会議を立ち上げるということの了解をいただいてございます。それで、ある意味でその特にこのエネルギー基本計画の原子力部の部分を中心にですね、関係閣僚でご議論いただくという場を立ち上げて、年内にもその開催を行いたいと思ってございます。その後、意見交換をして中身をもう少し議論していただいた後ですね、それをその意見と、それから先ほど申し上げました基本計画に対する意見ということで、この計画に対する意見が叩き台になると思いますが、これに対して、これら計画そのものに対するさまざまなご意見のパブコメをさせていただいて、その意見も集約し、それから最終処分の方についてもですね、閣僚会議で何らかのご意見出てきました、それも合わせてですね、最終的な政府のエネルギー基本計画の原案というものにしてまいりたいと思います。で、その原案を踏まえてですね、1月中にはエネルギー基本計画の閣議決定を行うという形に持っていければというふうに思っております。そういう意味では、今日ご議論していただいて、この意見が一定の方向が今日以降の議論でどこかとまとまっていくというふうに思ってございますので、それを踏まえて、ベースにしつつですね、政府の原案を立て、最後は閣議決定というふうに持っていければというふうに思っております。私は以上でございます。はい、ありがとうございました。今の見え消しでお分かりのように、各委員から書面で寄せられたご意見全部一つにまとめておりますので、どうぞこれご参考にいただきたいと思いますが、できるだけ私どもとしてはこれを中に取り入れたつもりでございます。私も全部読ませていただきましたけれども、多くの委員の方の意見は大体同じ方向に向かっていると思いますが、ただ原子力に対しては、少し異なる意見もございます。今日は最初にですね、その異なる意見、少数意見を大事にするという意味で、異なる意見をちょっともう一度確認させていただいて、それでその後の議論を進めると、こういう形で進めさせていただきますが、上田委員と辰巳委員の方からちょっとご意見を披露していただきたいと思いますが、どちら先、上田委員先にお願いします。はい、ありがとうございます。私は意見を出させていただいた、今ちょっとご指摘いただいたの他のいろいろ、天然ガスやコジェネやいろいろ申し上げているところは取り入れていただいたところもあったように理解いたしましたけれども、原子力の部分ですね、この今ご説明いただいたものでは23ページになっておりますけれども、最後から2行目のところですか、安全性の確保を大前提に活用していくというふうになってるんですけれども、これは安全性の確保っていうのが大前提になるのは当然だというふうには思いますが、私はあと2つ、1つは廃棄物の処分について、明確になる、それがことがもう一つ前提になると、それから今の原発を動かすということ、あるいは廃炉とかいう作業もそうなんですが、働いている方がこう被爆するというようなことが大いに懸念されるというようなことがございますので、この管理もきっちりやるということが大前提にならざるを得ないんじゃないか、そういう三本の大前提と申しますか、それを前提にしてというふうにしないといけないんじゃないかというのが私の一つの基本的な意見であります。でもしそうするとですね、実はその安全性の確保にもかなり多くの費用がかかりますし、それから放射性廃棄物の対策にもかなり費用がかかりますし、そうするとその上に書いてるですね、運転コストが低廉でというのは当たらないんじゃないかと。つまり運転コストが低廉というのはですね、そういうことを考えないときに言えた話であって、もしそういう安全や廃棄物や
被爆を管理するとか、そういうコストを、運転コスト、それは私は運転コストの中には当然そういうものを含めるべきだというふうに考えますので、もしそういうふうに含めますと、運転コストが低廉だというふうには言えなくなるんじゃないかというふうに思っておりまして、それでも低廉だというのはどっかにエビデンスがあるのかということになると、それはないんじゃないかなというふうには、今の私の理解はそういうことですので、その点確認する必要が私はあるというふうに思っております。それからもう一点はですね、一応私は今のような前提を置くべきだというふうに考えておりますので、そうしますと原発に依存するというのはなかなか難しくなってくるという面があるかなというふうに思っております。ですから24ページですね、こちらのあれで言えば24ページの、原発依存度に関する記述についてもですね、可能な限り低減 させるというような表現で、省エネや再エネの導入とか火力の効率化とか、それがどの程度進むかによって低減の度合いが変わるかのような記述になっているんですけれども、むしろ、どの水準からどの程度いつまでに原子力依存度を低減させるのか、そういうことをやっぱり明確にすべきじゃないかなというふうに思っております。これ同じ記述がどっか別のところにも確かあったと思いますので、その点もということです。それから3つ目はですね、これは次の次ですかね、27ページのところになるかなというふうに思いますけれども、放射性廃棄物の話とか、が出てくるところでありますね。で高レベルの放射性廃棄物について国が前面に立ってというのがすごく出てくるようになっているわけですし、あるいはこれは汚染水対策でも国が前面に出てくるというようなことで、前にもこの場で発言させていただいたんですけれども、こういう問題に関するそのガバナンスのストラクチャーを変えるということなのかどうなのかということが必ずしも明確でないなというふうに思います。要するに責任と費用負担はどういうことになるんですかということが記述の段階ではあまり明確でないので、そこは明確にする必要があるというふうに思いますが、私は国費の安易な投入というようなことはまずいじゃないかなというふうなことも思っておりますので、そういう点がはっきりさせる必要があるんじゃないかなというふうに思います。あと核燃料サイクルとこの記述なんかもちょっと気になるところというか、私の認識は着実に引き続き着実に進めていくみたいな、そういう記述になってるんですけれども、これまで全然着実じゃなかったというふうに私は少なくとも理解しておりますので、この点も本当はどういうふうにすべきかということについてかなり広い国民的な議論をしないといけない領域の一つじゃないかなというふうにも思っております。差し当たりまずそんなところでございます。はい、ありがとうございました。あと反論があれば後のあれでぜひともやっていただきたい。辰巳委員よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。何か特別に意見を先に言わせていただくっていうのは不思議な気がするんですけれども、まずですね、コメントを出させてもらったところにも書きましたが、この前回の時も言ったんですけど、この違憲案というものの位置づけが明確ではないと私は思っておりまして、先ほど後藤審議官からのお話で、なんとなく、ここでの意見として出すんだというお話だった、閣僚会議に出すんだというお話のように受け取ったもので、それでやるならば、ここでの意見を集約する必要がないんじゃないかと私はずっと思っておりまして、いろんな意見があって、こういう意見もあった、こういう意見もあったっていうふうに、きちんとお書きいただきたいなっていうふうに思っております。で、要するに
一個の結論を書かれてしまうと、ここで合議をしてみんなで決めたことになるっていうのがありますもので、ぜひそれはお願いしたいなというふうに思って意見は出させていただいたんですけれども、申し上げたうち のかなり取り入れていただいていることは事実なんですけれども、原子力のところに関してのみはあまり反映されているように思えなかったもので、申し上げますと、まず一つ目、国民の意見というのがどういうふうに反映されているのかが全然わからなくて、私は毎回国民の意見を反映していただきたいというふうに申しながら言ってきたんですけれども、1ページ数はちょっとすみません、わからないんですけど、いろいろこんな意見もあり、こんな意見もあるのでっていうだけのお話で、もう少しパブコメもたくさん、パブコメですか、国民からのご意見もたくさんいただいておりますもので、例えばもう少しこう統計的に数字を出していただくとか何かできないのかなっていうふうに思いました。少なくともね。で、後で各委員からのご意見というところに19ページに意見書いてるんですけれども、たまたま前回の委員会の折に添付されていた分だけを私は自分でこう分けてみたところですね、やっぱりそこに書いてるんですけれども、原子力が必要とかですね、ある程度必要残すべきという意見は12名です。全体で44名と1人の1団体、44名の個人と1団体の方から意見があったんですけれども、で、そういうふうに原子力が必要、原子力をある程度残すという意見は12名でした。で、再生可能エネルギーに切り替えるとか原子力ゼロという意見は26名と1団体で、大体これで6対3と変かな、すみません、27% と 60%、 10%、その他が、そういうコメントきちんと書いてない方でしたけれども、ということでですね、いろんなこれまでもアンケート等を取られたりしておりまして、なんとなくすごく今回 このたまたま出されたこの時期の短い期間 の国民のご意見であっても、かなり世論をすごく反映しているなって私は思ったんですね。で、そういうふうな声がたくさん出されているのに、ここでの結論ではもう全く一方向だけにまとめられているっていうことに対して非常に私は不満がありまして、だからそういう意味でもちろんここで話されているご意見はあったと思います。ここに書いている意見はね、多くがこういう意見だったのかもしれませんけれども、そうじゃない意見もあるんだということをちゃんと書いていただきたい。しかもその、後ろ のところじゃなくって、ちゃんとその方向付けとかですね、それから位置付けだったりとかっていう場所にですね、ちゃんと、こういう意見もありましたということをお書きいただきたいなっていうことが一つです。で、それからですね、あと私も、この冊子新しい資料の17ページ、あるいはそのもう一つあった、その可能な限り提言するっていう表現のあたり、全く修正がなされていないんですけれども、上田先生おっしゃってくださったから、同じような意見だというふうに思うんですけれども、やっぱりその可能な限り提言させるっていう言葉はとても美しいんですけれども、どっからどのくらい、いついつまでにとかっていうふうなことをやっぱり明確に書くべきでないかなっていうふうに思っております。で、この文章の後ろの方に、すみません、十分に必要とされる規模を十分に見極めて、その規模を確保するって書いてあるんですね。だから可能な限り低減させるという言いながら、ある一定の規模を確保するっていうふうに書いてあるように読めるので、でそうすると可能な限りっていう話はなんか違うんじゃないかなと。もともとその見極めてその規模を確保するっていうところの数値が一番最後の数値、なんていうかな、必要な量だというふうに考えているんであれば、その可能な限りっていう単語と合わないと私は思っているんですね。だからそういう意味でなんとなく日本語的にも変だなっていうふうな意見をお出ししたんですけれども、だからここではですね、やっぱりその可能な限り提言させるという言葉を生かし、これは安倍首相さんも首相も公約されているわけですから、だからそういう言葉を生かすけれども、規模を確保するというところは必要ないんじゃないかと私は思っております。すみません、意見ですけれどもね。で、それから、あともう一つ、再稼働のお話が書いてたんですけれども、これはここでのお話し合いで、こういうふうに書くべき話なのかどうか、私はちょっと不思議だなというふうに思っておりまして、ここでは将来の、エネルギー基本計画を
考えるんであって、あの今 の, その止まっている原子力を再稼働するっていう話はここの検討事項じゃないんじゃないかと私は判断したもので、この部分に関してはいらないんじゃないですかっていう意見を出したんですけれども、まあ、一応それも聞いていただきたいなというふうに思っております。で、あとですね、今回新たに付け加えられたあの27ページの、上の一番上にある赤い部分なんですけれども、あの最終処分場の立地選定の話なんですけれども、ここに書かれた文章が付け加えられた意味がちょっとよく分からなくって、国が前面に立って、適地を探す、それをまあ提案してくるっていう、そのお話は検討会で出ておりまして、ワーキングで出ていたんですけれども、ここまで具体的に廃棄物の発生者としての基本的な責任を有する事業者は、このやるべきことはこれだけなんでしょうかっていうの、だからやっぱり責任が非常に曖昧になってしまうなと。国の取り組みを踏まえつつ立地への理解活動を主体的に行うっていうことは、事業者というのはこれだけしかやらなくていいということなんですかね。だからそこら辺がちょっとよくわからないなって、かえってこういうのが追加されてしまって、だからその主体的にやっぱり責任を持って国は立地のための場所の選定をしますという話だけだったように私は思っているんですけど、今日増田先生いらしてるから、でこのように事業者がやるべきことはこういうふうにこのことだけなのかどうかというのがちょっと今日新たに付け加えられたのでご確認したいなというふうに思ったのが一つです。とりあえず以上でございます。すいません、はい、ありがとうございます。ここでは意見集約する必要ないというふうにちょっとおっしゃったのが委員長としては非常に気になります。我々2年間議論してて、随分意見としては差が縮まってきたということですね。それでパブリックコメント等々に進ます前に我々専門家として15人が集まっているわけでして、できるだけこれは集約するっていうのがこの委員会のその役割だと思います。これもあるしこれもあるけれども皆さんどうお考えですかと、まあ、こういうようなあれとしては非常に私はこの委員会としては恥ずかしいと思います。したがって、まあ、辰巳委員の言われている内容についてはちょっと同意できません。それで国民の意見を反映させるって言ったけども、大事なことは我々の意見をやはり明確に出してそれを国民に問うと、これが大事であって、その逆ではないと私はこのように思います。委員長としては今のおっしゃったその進め方についてはそのようなつもりで、今回の最終結論もですね、できればそのようなつもりでまとめさせていただきたいなと思っております。それで各委員の方から、前回ご欠席になった豊田委員でしたっけ、それから増田委員は出ておられましたね。じゃあ豊田委員と、それから山田委員もあれだったっけね、前回は出ておられましたね。じゃあ豊田委員から先にお願いします。すみません、どういう意見の申し上げようを、今のお話に対する反論でも、あるいは個人として前回言いたかったけども、言わなかったけども、何の結果ですから。総論的なこと、格論的な私の意見自身は、紙で出させていただいて、相当程度入れていただいております。まあ、むしろ今の辰巳委員と、それから上田委員がご指摘された部分について、まあ、原子力の点についてはむしろ私はより強い意見を申し上げていたんですが、必ずしもそこまで入っておりませんけれども、むしろそういう観点からせっかくお二人がご意見くださったので、お二人のご意見について私の意見を申し上げる形、あるいはちょっと質問をさせていただく形でもよろしいでしょうか。それよろしくございますか。何でも結構です、ね。はい、率直に言って私自身はですね、原子力についてその一定の規模がいるということをもっと明確にすべきじゃないかと、この場でもずっと申し上げておりましたし、それをその意見としても申し上げたんですけれども、それをずっと繰り返しててもしょうがないので、このそのさまざまな意見を踏まえた、そのここで言いますと、あれですか、可能な限り
低減させるけど一定の規模を確保という表現でも私自身はやむを得ないのかなという気がしておりますが、まず辰巳委員にちょっと伺いますけれども、そういう表現ではまずい、あるいは再稼働自身がここで書くのには不適当だというようなご意見を言われたように思うんですけれども、これ全体にこの今回の取りまとめ全体に書かれている、まあ、いわゆる 3E の議論ですね、エネルギーセキュリティの話、あるいは、その地球温暖化の話、そして、まあ、コスト経済性の議論については、辰巳委員はどういうふうにお考えになっているんでしょうか。原子力をなくすことによって、例えばエネルギーセキュリティについて言えば、それだけ中東への依存度が増えていくことになりますけれども、エネルギーセキュリティについてはご心配がないんでしょうか。で、地球温暖化についてはこの間何度かここでも議論いたしましたけれども、原子力ゼロということで、COP19 に、3点、2005年ベースでマイナス 3.8% 減ですか、実は1990年ベースで言えば 3% 程度プラスの数字を出して、私は彼女もそれを出すこと自身に賛成はしてなかったんですけども、結果として出された、まあ、ゼロですとそういう結果になるわけですね。それで、まさに COP19 において、どちらかというと、相当厳しい批判を受けたわけですが、その点はどうお考えになっているんでしょうか。で、経済コストの話についてはまさにここにも書いてございますが、まあ、仮に辰巳委員がいつも言っておられるように家庭は我慢しましょうと、ただ企業は我慢ができないということになりますと、家庭を支える一家の大黒柱の仕事がなくなったらどうするんでしょうかと。で、その部分については、辰巳はどうお考えになっているのか、ぜひこの3つについて辰巳委員のお考えを考えさせていただきたいというふうに思います。それから上田委員の方にも一つだけ、ちょっとその彼女も私正確に理解したかわからないんですけれども、一点ものすごく気になりましたのは、冒頭のところで、安全性の確保、廃棄物処分、作業員の健康等々を考慮すると運転コストは低廉ではないんではないかというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、辰巳委員のに対する3つ目 のご質問にも関連するんですが、運転コストが低廉でないとおっしゃるのは定量的にどういうふうに上がるというふうにお考えになって言っておられるんじゃないでしょうか。私どもが理解しているところは、廃棄物の処分のコストも入れてもですね、その安全性の確保についてもまだこれからいろんなことがあるかもしれませんけれども、それでも少なくとも他の電源と比べればより低廉であるという、2011年の12月ですか、コスト小委員会 コストをそう大きく見直す必要はないんじゃないかというふうに私自身は思っているんですけれども、運転コストが低廉でなくなるといったときに定量的にどういう数字を頭に浮かべて言っておられるのか、ぜひそこを教えていただきたいというふうに思います。私自身はそこを入れても低廉であるというふうに考えているので、ご意見申し上げるとともに、こういうお話の仕方でいいのかどうか分かりませんが、まずはちょっと質問をさせていただきました。その前に皆様の意見をちょっと、今日は 最後になる可能性もあるわけなので、一人一人ちょっとできればご意見をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。こっちから示すよりはちょっと手を挙げていただいてよろしくお願いします。いつもの通り、はい、困った時の佐喜多さんよろしくお願いします。なんか
まずいろいろなご意見が出ているのを踏まえた上での私 の意見なんですが、私は前回今回のまとめを私ども委員が多様な意見を申し上げた、それを率直にまとめていただいたもののように思うと申し上げました。でそれはどういう意味かというと、やはり、事故が起きた時のリスクがとても大きい原子力発電に関しては、やはり国民の多くの国民の気持ちから言っても、被災された方の気持ちから言っても、この原子力発電への依存度は可能限り低減するという文言がきちんと入ったということは大変重要な視点だというふうに思っております。でただしここで長く議論をなぜしてたのかというのは、やはり日本の状況、資源の状況とか置かれた状況から考えて、やはりきちんと安定供給とか、温暖化対策とかですね、そういう総合的なことを考えれば、やはり大規模な電源にある程度頼っていく、ベースにしていくということを踏まえた上で、ベース電源にするということを踏まえた上で、今新しく増やそうという再生可能エネルギーで新しく地域でどんどん作っていくような社会構造の変革も起こしていこうという、そういうことを話し合ってきたというふうに思っております。でそういう多様な意見を、かなりですね、しっかり盛り込んでいただいてまとめができていると私は感じましたので、そういう意味で率直な書きぶりだというふうに申し上げました。で、やはり国のですね、方針としてこういう多くの方の意見をまとめた上での方針をまとめ、そしてこれをですね、元に計画がきちんと作られていくということが大事なんじゃないかというふうに思っております。でなおですね、私前回少し強調しなかった意見など意見書に書かせていただいたところ、かなり明確に直していただいたというふうに思っておりますので、それに関しては細かくは申し上げませんが、私はきちんと直していただいたということに関しては評価をしておきたいというふうに思います。でなおですね、私自身の意見書で書きぶりが非常に弱かったところと、ちょっと書いてなかったところとですね、2点ほど追加をしたいことがあります。よろしいでしょうか。で、まず1点はですね、42ページのところです。それで最初いただいた書類ではですね、39ページぐらいだったんですが、今日のは42、この今ご説明いただいたのでは42ページの上の方なんですが、私はこれから分散型エネルギーシステムにしてですね、地域で新しい動きを産業起こしとかそういうことにもつなぐということが大変重要だと思っておりますので、こういう部分がきちんと書いてあることは、私は大賛成なんですが、ここをもう一度読み直すと、バイオマスとかですね、バイオマス自然由来のものとかですね、そういうことに関してかなり明確に書いてあるように思うんですけれども、もう少しですね、都市型の場合に、例えば下水道バイオマスとかこういうのも非常に重要なものだというふうに思っております。でそこのところなどがちょっと書きぶりが弱いのではないかなというふうな感じがいたしました。それで、ちょうどですね、下水道関連施設というのは今かなり年数が経って何て言うんでしょう、建て替えっていうか、そういう更新時期に当たってる自治体がかなり多いと思っておりますので、そういう時にですね、やはりバイオマスの、おでとかですね、あるいはおでをあるいはバイオガスとかおでを、資源化してですね、火力に使えるようにするとかですね、少しそういうところをもう少し明確にするとか、特性を明確に書いておく、そういう都市型の対応もですね、きちんと入れていただければありがたいなというふうに思いました。でもう1点なんですが、今日のだと31ページぐらいに当たります。ですね、元のだと27ページぐらいの印象だったんですが、この資源調達の環境整備というところでですね、国際的な中でできるだけ競争力強化というようなことで、最後の方にいろいろとですね、港湾などのインフラとかちょっと書いてあるんですが、
実は私民間っていうか市民系の人間ではありますが、温暖化対策、港湾の温暖化対策という問題にかなり長く委員会などに関係してまいりました。でそういう意味でですね、実はその日本の港湾施設というのはその結構深度が浅くてですね、大規模に石炭火力、石炭などをこう輸送してくると結構うまく入れない港が多いとかですね、かなり課題を抱えているんですね。でもしそういうところをうまくですね、大型船も入ってこられるように港湾整備すれば、今の石炭の価格が3割から4割ぐらいは安くなる可能性もあるんじゃないかっていう試算もご専門家の方の資料を拝見したこともありますので、少しそういうですね、なんて言うんでしょう、港湾のインフラ整備みたいなことまでエネルギーの課題としてきちんと入れておくというのもいいんじゃないかと思います。でそういうことが結局は国際競争力の中に入ると、いうこともあるかなというふうに思っております。その辺が少しもう少し強調したいと思ったことです。よろしくお願いします。わかりました。はい、秋元委員どうぞ。はい、前回も申し上げましたけども、この報告書案はですね、基本的には大きな方向としてですね、私は非常に強く支持するものです。でもちろん私もですね、意見がいろいろ違ってですね、若干ここは私はもうちょっとこうした方がいいとかですね、思うところは、これまでも意見述べさせていただきましたけども、ただ委員長がもおっしゃられるようにですね、この委員会やっぱりまとめないといけないと思いますので、私もそういうことを辰巳さんおっしゃることも意見が違うってことはもちろんこのエネルギーの問題非常に多様な意見があってですね、その通りだと思うんですけども、ただやっぱり委員会のミッションとしてですね、まとめるっていうことが非常に重要で、私も意見が違うところも、これでですね、納得しようと思ってるところがありますので、ぜひですね、そういう集約が私はやっぱり必要だと思います。何か意見をですね、こう列挙してもですね、そうしたら辰巳さんの意見が入ればですね、私もこういう意見を変えてほしいということを申し上げざるを得ないですし、そういうものがやっぱり積み重なってくるとですね、方向性が見えなくなってですね、何をやったのかわからなくなりますので、いろいろ意見があるにせよ、私は方向性はある程度集約できてきてるんじゃないかなと思いますので、ぜひまとめていただければというふうに思います。それが大きいところで1点です。で細かいコメントは私書面で出させていただいて、多くの部分を反映させてしていただいてですね、私が出してない部分に関しても、かなりいい修正がなされてるんじゃないかなというふうに思いますので、総論的には賛成です。細かい部分でちょっともうちょっとやっぱりここは直してほしいなっていう部分もあるんですけども、先ほど申しましたようにですね、修練させるという意味では私も納得しようかなというふうに思っております。で一点、上田先生のお話でやっぱり豊田委員もおっしゃられましたけども、その原発のコストの部分でですね、やっぱり安全対策費とかですね、廃棄物の対策費っていうのはコスト等検証委員会の時にですね、コスト試算をしてですね、その分ちゃんと載せておりますので、もちろん不確実性があってその辺のレンジがどうかってことはですね、引き続き詰めていくってことは必要かと思いますけども、ちゃんと載せた中でのコスト推計で、それで原子力は相対的に安いと、一番安いかどうかは分かりませんけども相対的に安いという結果が出てますので、そういうことを含めてですね、一応コスト今の状況ではコスト等検証委員会の資産というものはベースになると思います。しかもあの時まだ円高だってですね、今もうちょっと円安に触れているんで、もうちょっと逆に言うとですね、差が広がってるぐらいじゃないかと思うぐらいですので、そういうことを含めると別にここの記述はおかしいということは全くないのではないかと思います。ただ書かれている被爆労働対策費っていうのはですね、確かにここは含めてないですけども、そんなにですねこれが大きい、そんなに被害がですねどれだけあるのかっていうことはですね多分ないと思いますので、あまりこういうものをですね、あるんであればしっかりコスト試算をしたものをですねご提供いただいてってことにしないとですね議論が前に進まないと思いますので、そこはぜひちょっとご意見もいただければというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。増田委員、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回のこのエネルギー基本計画の策定に向けて、我々に課せられたミッションというのは、やはり
原子力についての位置づけをどうするかがですね、一番重要な我々のミッションだったというふうに思います。で、私はここに書かれている全体の方向性について、賛同するものでありますし、それから原子力についてはこの中で安定性を支える基盤となる重要なベース電源と、まあ、こういう表現になっているわけですが、こういう記述を前の政権の時の決定からこういう形で位置づけを変えることが大変今の判断としては適切だというふうに思っております。したがって、まあ、こういう我々の、まあ、有識者のまとめでありますが、これをぜひ、国としても採用してですね、決めてほしいというふうに強く思います。で、何回か前のところで私はやはり原子力については日本の国家意思が今見えない、国家戦略というものが、国民もそれから対外的にもですね、感じ取れない状況になっている、そこを、国家意思が明確になるようにすべきだということを申し上げました。で、そのための、提案というのをですね、我々ができるだけすべきであるんですが、しかし残念ながら諸般のその安全性の問題も含めてですね、やっぱり原子力をどのように位置づけるかというのにまだやっぱり正直材料不足なところがございます。ですから、今後、まあ、これは年明けてからの国の方の政府の判断ということになると思いますが、やはりその何らかの形で原子力については引き続き議論を続けた上で、今言ったような国家意思なり国家戦略が明確になるようなその取り組みが今後も必要になるだろうというふうに思います。で、さらにもう一点、この関係については今の原子力法制全体がそうでありますが、例えば策定のプロセスですとか、それからその住民の意見をどういうふうにそこに反映させるか、またその住民を代表するというふうなその自治体との関係をですね、どういうふうに整理するかということは特に法制上も決められているものでありません。で、これについてどのように考えるかということをやはり検討していく必要は私はあるだろうというふうに思っております。それから2点目でありますが、この全体の消費流通段階のところでシステム改革についてこの中で触れられております。まあ、私の理解はやはり電力のみならず、ここにも書いておりますとおり、ガスシステムについても大きなシステム改革をきちんと行っていくと、そして願わくば総合エネルギー会社のようなものが出来上がってですね、それでエネルギー安定供給を進めていくという、そういう姿になれば大変いいなというふうに思っているわけであります。そしてこれは今回の提言というよりは、まあ、国がエネルギー基本計画を決めた後のまさに国の役割だと思いますが、そういうシステム改革の結果としてですね、いろんなその競争がその結果行われて、その果実が国民に帰属するという姿を願っているんですが、その場合によっては今まで電力について特にそうですが、地域独占という形で総括原価というですね、そういう体制で出来上がってきておりますので、その競争なき独占のようなものがですね、この結果として出来上がるということが大変、恐れております。ですから、まあ、先のことになりますが、その改革を絶え間ず行った上で、その競争なき独占ということが生じないように常に公平な競争の上に立って国民にその果実が還元されるような、そういう取り組みを今後もぜひしていただきたいというふうに思います。以上であります。はい、ありがとうございました。松村委員、よろしくお願いします。まず上田委員がご指摘になった最後の点、安易な国費投入ということに関して、すべきでないということを明示的に書くべきだということをおっしゃったわけですが、私も安易な国費投入はすべきでないと思っています。ただ文章を書き換えてほしいとは思っていない、
いのです、私はもう少し心配してまして、もう少し心配しているっていうのは、ここに書かれた文章を使ってこれは安易な国費投入というのがこれで正当化されたと言われて、次の議論に結びつくのではないかということを少し恐れていて、したがってここの解釈というのは、そういうものではないですよねというのをこの場で確認したい、文章を変えてほしいということではありません。具体的に言うとですね、例えば25ページ三重消し版の25ページの最後のところに新たに加えられた文章、一番最後のところを見てください。政府の責任の明確化というの、それから海外の事例も参考にしつつこの損害賠償制度を考えるということを言って、これ自身は決して間違ったことは書いていないと思うので書き換える必要はないと思うのですが、例えば海外では、賠償の上限が決まっていると、でそれに対して、まあ、ある種免責するっていうことをすれば、まあ、追加的に事実上事業者に補助金を与えるような形になるんですね。私は仮に海外でやられてたとしてもそれが正しいとは到底思えないので、もし予見可能性を高めるために入れるのだとすれば、私は当然にそのリスク対応の保険料対応のようなものを国に払うなりなんなりして、コストは民間事業者が負担し、国が前面に立って、その後の救済だとかをしていくって、そういう、文章であるというふうに理解しています。少なくともそのような解釈を妨げていないと思っています。で、この点は、議事録に残して、はっきりさせる必要があるかなと思ったので申し上げます。しつこいようですが、国が前面に出るということと、国が、国費を投入して全部丸がかえするということは全く違う話だということなので、国が前面に出るということをアグリーしたとしても、だから必然的に、国費で一般会計から投入するということをアグリーしたのではないということを、しつこいようですが確認させてください。それから、コスト等検証委員会の議論、私も、大きく見直す必要はないのないという豊田委員の意見に賛成いたします。で、あそこでは諸言がはっきりしていたので、例えば為替レートが変わるだとか、原油価格が変わるだとかっていうそういう類のことに関してはすぐにアップデートできるような形になっています。そういうような機械的にできるアップデートっていうのは、まあすればよいと思うのですが、大枠は、相当な議論を尽くした結果だと私は思っています。その意味であそこでは保険料対応に近い、コストっていうのも積まれていますので、今言ったような仮に免責などというような議論が出てきたときには、あれに相当するような保険料を当然に事業者は払うものだ と、思っています。それよりも著しい低いノミナルな保険料というので免責してしまうということが出てこれば事実上の国費投入だというふうに思っていますので、もしそのような議論が今後出てきたら、その場では、全く別の機会で発言の機会があれば発言させていただくことになると思います。からシステム改革に関して、今、増田委員から規制なき独占に関する恐れの議論というのもいただきましたし、それからここにも、さまざまな弊害がありえるということをはっきりと書いていただいたと。で、それは、弊害があるから、進めないという、そういう消極的なものではなく、システム改革が断行すると明示して書いてあるので、そのような懸念というのは十分考えながら、そのような弊害を、もたらさないように、しっかりとシステム改革をやるようにというふうに言われたと理解いたしております。詳細制度設計でもそのような意見というのをきちんと肝に銘じて、改革していくように微力ながら努力させていただきます。以上です。はい、ありがとうございました。